が出た時に、うん、こいつが謝ってきたんですよ、はい、まあ、事務所のマネージャーと俺と、うん、こいつの3人で、うん、その時北海道で単独ライブがあって、はい、その単独ライブの夜に、俺の部屋にこいつが来て、はい、実はこういうスキャンダルがもう出るみたいな、はい、で、はい、本当に申し訳ないみたいな、すっごい真剣な顔で謝って、はいはい、できたんです、うん、でまあまあじゃあもうやってしまったことはしょうがないから、まあ、こっからのことを考えようみたいな、うん、いや本当に申し訳ないって言って出てったんですよ、うん、その数時間後こいつの部屋の前通ったら女の喘ぎ声聞こえてきて、こいつ謝ったスキャンダル出るって謝った数時間後に女抱いてたんすよ。そんなわけない、そういうビデオ、えぐないっすか、ビデオかなんか見てたんや、そんなちょっと ねえ、どうなの本当なの？いや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 、それさ、いや、まあ。